ナンシー・ケリーはアメリカ合衆国の女優、子役である。1921年、マサチューセッツ州ロウエルに生まれる。芸能一家で母親のナン・ケリーはサイレント映画女優で、後にナンシーの演劇指導とマネージメントを行った。1歳の頃からモデルとしてのキャリアをスタートさせ、その後は子役として1926年に女王鉢で映画デビューを果たす。 1929年にはリバイバル版のシェイクスピア劇マクベスでブロードウェイデビューその後も映画舞台ラジオなどで着々とキャリアを重ねた1954年に作家のウィリアム・マーチによる小説悪い趣旨のブロードウェイ舞台版へ出演し主人公で残忍な少女の母親クリスティーン役を公演自身の血筋から 残忍な遺伝子を持つ娘、ローダを産んでしまったことから苦悩する、母親の演技は高く評価され、1955年のトニー賞を受賞した。同作品は1956年にマービン・ルロイ監督により映画化され、ナンシーも同役を続投。映画での演技も高評価を得て1957年のアカデミー主演女優賞にノミネートされた。 1960年にはその功績が称えられ、ハリウッドウォークオブフェームを授与されている。これまで3度の結婚歴があり、1940年に最初の夫であるエドモンド・オブライエンと結婚したが、翌年に離婚。その後も2度結婚し、1955年に再々、婚したオーレン・マーカス・カーロとの間に一人の子供が生まれたが、1968年に、 同志とも離婚している。1995年に糖尿病のためカリフォルニア州のベルエアで死去。73歳だった。ありがとうございます。